僕バキバキ童貞ですね。僕バキバキ童貞ですね。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 どうもバキバキ童貞です。ニコ動の文化を振り返る。前回になりましたけどね。はい、ニコ動ですね。僕はやっぱニコニコ動画を貫かれている体を。きちっとニコニコ動画になっているっていう。自分の大半はやっぱニコニコ動画の文化が。はい。いろんなものを見てきました。学校から帰ってきてね、5時から6時に帰ってきて、夜2時までずっと見るんです。長い。見てましたんで。トマトとかね。土岡には結構やってみせましたよね。そうですね。大学生の時から動画を見せてくれるとかじゃなくて、軍ピーがこういうトマトあるんだよって言って全部口で説明するっていう。活弁士のスタイルというかね。スマホとかがなかったから。ああ、そうか、まだ大学生の時、そんなそうですね、パッと動画出せなかったから。そう、スマホとかなかったから、はい、その自分で言うしかない。映画もそうだよね。映画とか音が出なかったから、いや、とか言ったって活弁したよね。はい、ああ、そっか。じゃあもう結構滅びよく職業に。そう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 。バニー昔は結構僕ね、なんかやってて、シュークレスソーチューグレイカイナーあ、でも、それわかんないけど、この感じだそうだ。不快な極み、ペアーン！ああ、言ってたぐらいですか。いや、おもれも、勝利のお芋、あま早い。言ってることはわかんない。ダッチャルスキン、ファイアブローセションシユーラーシュガーソーチューオレンカイナー知らないですかこれはずっとさ。ガッチャルスキンエルスタイムうまいものと思ってずっとやってた。ドンマーケル、This is オチンコ、クッカーパウダー二人の極みあーいや、ちょこちょこなんか聞き覚えあるけど、でも、確かにでもこれだったら部室で本当これやって、で、他の部の部室が、なんだなんだってなって、みんな覗きに来たら、その軍備が落ち券のドアがちょっと開けて、あ、すいません、歌舞伎研究部ですって言って、歌舞伎研究部に話をつけて。確かにね、まあ歌舞伎のね、大声上げるとこから。そうそう、いいよーって感じで、許せカツオ今誰的にカレーパウラーほわーうわーゴーリンバット言いましたね。懐かしいね。懐かしいね。いやーシュシューちょでやるちょでやるシュシューあー外国のアニメから。そう、違いますよ、これは。これは二人の極みじゃないですか。ああ、二人の極みっていうのはなんかよく見るんですよ、文字列で。るろうに剣心。そうですよ。日本を代表するね、侍の漫画ですよ。それの獅子をまぐると戦うシーンです。はい、はい、包帯のやつか。はい。ドゥンドゥドゥドゥン。カトスアルスタンシュクソーチューランカイナーラーわかんないなって言って。ホモレモン。海外文がもうめちゃめちゃシュールだし、残念があって。そう、ガトツゼロ式っていうね、技があるんだよね。ガトツゼロ式が多分、ガトチュエロスタンって聞こえる。もともと変なシーンなんですよ。もう、師匠が強すぎると。で、剣心とかボコボコ負けるし、刀持ってる剣心が負けるのに、最後、佐之助が、無策に、二人の剣みたいな、グーパンチでいって、めちゃめちゃぶん殴られるシーンだ。あれー。なんかあれとかね、バトルドームも出たみたいな。ああ、やってましたね。バトルドームはダークエナリっていうね。その、こうやってるやつが、バトルドームこの相手のゴールでシューってやってる時の子供が、エナリ君にそっくりなんです。ああ、まあまあ、小さい子だからね。で、エナリ君をね、反転して、反転して、くっつけると、ものすごい形相の子供に変わるんですよ。それがダークエナリ君って言われてて。ダークエナリ君がこうやるっていう。知らない？どういうことですか？反転して反転して。これ見なきゃわかんない。わかんないけど。はい、あ、ダークエナリ君です。はい。あ、そう、ダークエナリ君ね。ああ。そう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 。いや、それそうだよ。こんなに加工したら怖くなるよ、それ。いやいや、加工とかね、こう反対して、出るっていう、そういう示唆的なものなんじゃないかっていう。非常に恐ろしい。はい。企業側がそういうつもりで。そうそう、実は人類に対する。違うよ。思ったら遊んでないと思ってたからね。本当にそうですよね。そういう、なんだろう。そいつメインじゃないだろうっていうところを無理やりいじくりますよね。まあ、そうそうそう。それが楽しいですから。もう最近は入ってないですからね。ああ、そうか、マッドとかの文化が。最近やっと、はい、久々に復活したの知ってます ?YouTube で。ほうほう、YouTube で。ピーダのチンポ気持ちよすぎるだろ。いや、知らないです。知らない?知らないです。え、これ聞いてわかんない?ティーダのチンポ気持ちよすぎだろ、チンポ気持ちよすぎだろ、ティーダのチンポ気持ちよすぎだろ、気持ちよすぎだろ、ティーダのチンポ気持ちよすぎだろ、チンポ気持ちよすぎだろ、チンポ気持ちよすぎだろ、チンポー。これ知らない?これ知らないです。めっちゃ混ざってるんです、今。ティーダのチンポ気持ちよすぎだろ、ティーダのチンポ気持ちよすぎだろ。FF10 のね、キャラクターでティーダってやつがね、チンポ気持ちよすぎだろって話だよ。だって言ってないでしょ、ファイナルファンタジーでしょ、FF10 って。そう、もちろん、まあ言ってないけど、もともとの CM のものだったかな、ティーダのコンボ気持ちよすぎだろっていう。ああ、はいはい。ティーダってキャラクターに出すコンボがね。はいはい。で、実際ゲームでプレイすると、刺して気持ちいいコンボでもないんですよ。普通のコンボだし、あんま効かないしっていう。もともとネタのあれだったんですけど。なるほど、なるほど。それを、やっぱね、誰かがコンボを一文字書いて、チンポ。これすごいよね。それで、ニコニコのように流行ったっていう。俺嬉しかったね。なるほどね。また流行る兆しはあるんだじゃあ。オトマッドは不滅ですよ。ティーダのチンポ気持ちよすぎだろ、チンポ気持ちよすぎだろ、ティーダのチンポ気持ちよすぎだろ、気持ちよすぎだろ。一緒にいけるか。ティーダのチンポ気持ちよすぎだろ、チンポ気持ちよすぎだろ、ティーダのチンポ気持ちよすぎだろ、気持ちよすぎだろ、ティーダのチンポ気持ちよすぎだろ、チンポ気持ちよすぎだろ、チンポ気持ちよすぎだろ。どうだ、最後見せちゃったけどね。あ、最後だけなんだ。これ、オトマットをやる人がやっぱいない、少なくなっちゃったらね。はい。こういう人になりたいな、オトマットをやる人。そうね、夏休みとか公園行って、小学生集めて。そうそう。おいでおいで、何、紙芝居なんか、そういうもんだよ。ガトスエロストンシュートソート、これいかいな使いがきまみオトマット屋さんやろうよ。オトマット屋さん。誠に遺憾です。二人の極みって、もう2007年とかじゃないかな。へぇ。だいぶ前に流行って。で、今僕、もう32で、10年ぐらい連絡取ってないやつが、LINE で急にね、二人の極みと送ってきたんですよ。二人の極みあーなんか、元気かな。そうね、心配になるわ。どうした久々にみたいな。バキドーみたいな感じで、ちょっとなんか僕らから遠いとこに行っちゃった感じがするから、今連絡急に取ったら、なんか人気者になったから声かけてきたやつだと思われるから、でも声かけたいしと思って、ほんとすごい悩んで、じゃああいつに託そうとかで、二人の極み、あーで送ってみたんだよ。あいつね、佐野助に託したんだよ。あとよかったらこれも見てくれっつって、粉雪の、二人の極みバージョンの有名な漫画ね。はい、それは、二重の、二重の極み、二重の極み、パン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 。これ送ってくれて、懐かしいな、これ。懐かしいな、みたいな。今度会おうか。正解だったんだ。二重の極みでまた会うっていう。そうかそうか。それがあると、あの頃の俺たちのまま喋れるっていう。そう、そいつはもう今ね、一人で札幌かなんかに飛ばされたんですよ。友達もいませんと。別に童貞ではないけども、彼女もいないし、ずっと孤独でと。で、コロナだから外にも出れない、飲みにも行けないし、来たばっかりだから会社に友達もいない。本当に孤独でしょうがない中で、もう唯一、頑張ってるかなと思って、Facebook も誰も更新してないけど、なんかやってるやつにかなと思ったら僕が出てくると。本当君だけが頼りだと。本当にありがとう。こいつといえば、二人の剣みたいな。と思ってニコ動を見て、今日も5、6時間二人の剣見ちゃった。それだよ、友達できてる理由は。いや、俺こいつとやっぱこの、やってる時間が楽しかったから。二人で歌ってたんですかいや、でもその頃はそんなやってなかったね。僕たちもやっぱ、ノスタルジーになってやっとできるようになったというか、当時からやってるとつまんなかったんですよ。これ言っときますけど、バナルーとかって学校でやってるやつって超つまんないんですよ。僕らの時代の時に。今流行ってる、T 社のチンポ気持ちよすぎるのも、今やってるやつはあんまり面白くないんですよ。なるほど。これを5年後、10年後にやってるやつが面白いんですよ。なんで今やってるの？期待を持ってるやつが面白い。流行ってるものをやるのは当たり前だから。まあまあまあ、そうですね。だからこいつは、その男は二人の極みを一生やり続けるって決めたやつなんだよね。それすること誰がバカにできる？また何かあったらやりましょう。ではまた。俺の名前はバキバキ童貞、今になる動画界の皇帝、いじめられて走った皇帝、フルチンで戻るチンケな動画、フリーターの時街頭インタビュー、ひねり出したパンチライン一発、人生はたちまち表変、俺の名前はバキバキ童貞。